自分は左利きなんですが、初めてのギターは右利き用の方がいいんでしょうか。 100% 右利き用でやってください。何の説得力もないですね。ギターを掘りかぶってると思いますよ。まあ、それ練習してないだけやろ。左手の器用さめちゃくちゃ必要ですからね。ここ最近のギブソンタックモデルの相場について一言。高い。転売ヤー。メーカーもうちょっと考えろ。グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。グッドボタンを押してくれた方大変ありがたいでございます。ありがたいでございます。自分は左利きなんですが、初めてのギターは右利き用の方がいいんでしょうか。これに関してはね、もう動画やってんすよね。流してみましょう。ビーズのコピーがしたくてギターを始めたいのですが、左利きです。右利き用を買うか左利き用を買うか、ご意見を頂戴したいです。これはもう右利き用です。もう 100% 右利き用を買った方がいい。試しに試奏してみたらいいんじゃないですか。楽器屋行って右利き用と左利き用どっちも全く弾けないと思う。だったら左利き用のギターってね、めちゃくちゃ少ないんで、楽器屋とか行っても多分普通の楽器屋行ってもあるかないかでしょ、飾ってる中に。でそういうわけで値段も高いし、いる人は絶対買うじゃないですか。それ何利き用でやったって弾けないんで、もう圧倒的に右利きでやった方がいい。右利き用でやった方がいい。その左利きの人が右利き用でやったからといって弾きにくいみたいな話は全く聞いたことがない。はい、というわけで 100% 右利き用でやってください。物が少ないっていうことは本当に明確な理由としては1個あるのと、この動画をアップしたことによってコメント欄に、いや左利き用でやった方が絶対良かったんですなんて書いてくる人がいるんですけど、いやそういう意見もまああるでしょう。自分がそれを選んだことを正当化したい人が書いてくるんですけど、じゃあそういう人が左利き用のギターを使ってちゃんと弾けるようになって動画アップしてたりとかは一切ないんで、うん、何の説得力もないですよね。こんなこと言いたいだけで、多分ギター埃りかぶってると思いますよ。そんなコメントだけしてきて、なんか結局右利き用で始めたらピッキングがうまくいきませんでしたとか書いてる人いるんですけど、それ練習してないだけよそういう話なんで左手の器用さめちゃくちゃ必要ですからね。そのピッキングだけがどうしても利き手でやらなければいけないなんていうことはもう根拠を全く感じないですよね、その話に。はっきり言ってどっち利きで始めようが何しようが、ギターなんてちゃんと上達できる人ってほんの一握りなんで、そういうふうに負け惜しみ的にやっぱりこっち利きでやっとけばよかったみたいなことを言う人は一定数出てきますよ、どうしても。あ、別に自分左利きだけど右利き用でやってますって言って普通に活動してる人とかの方が見る気がするな、俺は。で結構いますからね、左利きの人って世の中に。なんか割合として1割とかどころじゃないんじゃないでしたっけ、左利きの人口って。 8% から 15% は左利きと言われています、成人人口の。でギターやってる人の中で10人に1人とか2人とか左利きの人なんかいないですよね。そのぐらいみんな右利きでやってるって話なんですよ。その人口比率1割ぐらい左利きの人がいるのに、ギターを左利きでやってる人がこんなに少ないっていうのは左利きでやる必要がないっていう話ですよね。左利きを使ってる人もいる、それでうまくいってる人もいる、それは当然いるでしょうと。でもその人は多分右利き用でやってもうまくいってましたよこれも根拠ないんですけどでもそれは確かにそうだなって思うでしょう、多分今の話を聞いて。そうそう、料理人でも左利きの人が最初から右利き用の包丁を使う場合が多いって書いてくれてる人いますけど、そう、料理人で特に和食の場合は片刃って言って、片っぽはまっすぐになってて片っぽはこうやって切れ込んでるみたいな片刃の包丁なんですよ。洋包丁って両方が切れ込んでる感じで、どっち側から使ってもどっち利き用なんかあんまないんですけど、だから和包丁の片刃の包丁だとどっち利きかによって全然切り方が変わってしまうんで、左利き用の人は左利き用を使う。俺が仲いい高崎のおかんっていう良い店をやってる人は左利きで左利き用の包丁を使ってるんですけど、やっぱり研ぐのも大変だし、研ぎ屋さんとかに出しても左利き用の研ぎ慣れてないと思うんで、あんま良くないですよね。右利き用の包丁を買ってもう完全に自分で研ぎまくって左利き用になるまで研いでますみたいなことを言ってました、ね、包丁って結構ね、そういういい店でいい包丁買ったりすると、ね、納期がめっちゃ長いんですよ。で左利き用だともっと長かったりとかするんで、まあいろんなところから考えて、もう左利きの人右利き用でやってください。今から選べる状態なんだから右利き用を選んだ方がいいですよ。もう左利きで始めてしまってるっていう人は
しょうがない、残念でした。楽器が高かったりとか欲しいものがなかったりとかする中で頑張って生きていってください。厳しい道を選んだと仕方がない。左の包丁は種類がないし高い、ギターと同じですね。そういうことなんですよ。これもう一回動画にしてもいいぐらいこの話は盛り上がってますね。俺も結構ね、何万回とかね、5万回とか10万回とか何十万回ってショートが再生されるといろんなコメントが来て言い返したいことだらけになるんで自分のショート動画についてコメントついたやつをもう一回喋っていくっていうのはね、ありかもしれないですね。シンプルコメント集、ちょっと一問一答ぐらいで答えられるコーナー、ビーズ以外の曲の解説って受け付けてますでしょうか。無理だと思いますよ多分、はい、絶対に拒否るっていうわけでもないけど、すげえベタベタな、大体あのエレキギターやる人ってこれ弾くよねみたいな感じの曲だったらある程度は説明できるかもしれないけれども、他の人のところに聞きに行った方がいいと思いますよ。俺はビーズ専門丸出しでずっとやってるんで、その曲そのアーティストに俺よりも詳しい人がいくらでもいると思うんで、そういうところに聞きに行ったらいいんじゃないでしょうか。多分生放送とかやってないと思うけど、生放送やってるギタリストってマジで少ないですよね。そんぐらい多分ね無理なんですよ、いきなり弾くみたいなのが。で俺みたいになんか失敗してヘラヘラしてられるようなギタリストってあんまいないんで、なんか人前で弾くときに失敗なんか絶対にできないみたいな謎の矜持を持ってる人が多いような気がします。だからなんかアドリブに逃げたりとかするんじゃないでしょうか。アドリブだと失敗とかあんまないので。ここ最近のギブソンタックモデルの相場について一言、高い、転売屋、ね、メーカーもうちょっと考えろ、以上です。3個と言わせていただきました。ありがとうございました。楽器屋は態度を改めるのは無理だと思うから潰れろ、非常に高いですね。それでも欲しいという人がまあ買うんでしょう。俺は全然いらないです。高い金出してまで買うというのもあるし、なんかそんなものを買ってしまう、そういう市場が成立するみたいな風に転売高騰市場の片棒を担ぎたくないので買いたくないですね。金がすごく余ってたとしても買いたくないですね。なのでなんか一応そういう自分の役割みたいな、あ、寺内さんがもうそれで納得してその値段で買ったんだったらそういうもんなんだろうって言って、そういう風になって、どこかであんまりこういうものに手を出すのは良くないんじゃないかって思ってた人がなんか席を切ったようにみんな買い出したと、ちゃんとまた高騰するわけでしょ。そういうことができる経済力を持ってる人だらけだと思うので、ビーズファンって生徒とかでもよくよく話を聞いてみると、ものすごく良い会社で働いてたとか、めちゃくちゃいいギターいっぱい持ってたっていう人多いんで、買うことはできるけれども買ってないっていう人はすごいたくさんいると思いますよ。まあそんな感じでギブソンタックモデルの相場について一言でしたね。もうどうしようもないかなって感じで、買わずにほっといてなんとかなるのを待つしかない。ただでも、もうた多分だからなんかビーズというものが活動しなくなって、もう完全に下火になるまで多分安くなったりとかはしないと思いますけど、俺らが生きてるうちに松本モデルが安くなることなんかもうないんじゃないかなと思いますけどね。